皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、毎年本当に楽しみにしておりますこちらセゾンファクトリーの福袋を3種類開封していきたいと思います。もうさ、今回在庫をねたくさん用意してくださっていたからか、3日間に分けて発売されたんですよ。こんなの初めてだったんですけど、いつもはね決まった日だけなので、もう1個買うだけでも結構必死なわけ、すぐ売り切れてしまうから、まあ、なのでいつも私こちらのね一番下にあります1万円の福袋を購入しているんですけども、まあ、今回3日間チャンスがあったということで、5000円のこちらの福袋とプラス今回初めて発売されましたシベールとのコラボ福袋もまとめて購入できました。まあ、なので今回は3種類の比較もしながらね開封していきたいなと思っております。まあ、これだけね量もたくさんあるのでささっと見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、まずはどうしようかな、いつも開けております1万円をまず見ていきましょうかね。1万円の福袋、あー、感じでボックスインボックスっていう感じで2つ入っておるんです。じゃあまずはこちらのね透明のテープが貼ってある方から開けていきたいと思います。はい、ではまず1つ目端っこから、あ、この形は酢だな、じゃじゃん、こちらノムスのマスカット味でーす。はい、もうこれはね毎年必ず入っております。そして毎年一番最初に私が飲み干すっていうね、すっごい大好きな飲むお酢でございます。本当にねマスカットのね爽やかな味がとっても美味しいです。全然この酸っぱいお酢とかが苦手な方でもごくごくいけちゃうぐらい、もうかなりこれはねおすすめ。さあ、そして続いてはじゃん、来ました、すりおろし人参ドレッシング。もうこれもねすぐなくなる、めちゃくちゃ美味しいよ。見ての通りとろっとろの本当に人参の果肉がたっぷり入ってるので、食べるドレッシングみたいな感じで、すごく大好きです。こちらもドレッシングかしら、じゃじゃん、あ、そうだ、シャキシャキ玉ねぎドレッシング、見てください、玉ねぎがゴロゴロと入ってるのがわかるかなと思います。まあ、ドレッシングだけではなくってハンバーグとか厚焼き卵だったりにもかけても美味しいよって書いてありますね。じゃーじゃん、お、これも好き、柚子フレンチドレッシングです。はい、もうねこの3つ、この3つはもう本当に安定的に美味しい、贈り物とかにも絶対喜ばれると思う。1年の初めにこの3つが揃ってると野菜を食べたいっていう気持ちにもならせてくれるし、全部美味しいんだけどまた全部違うんですよ。そう、それがまたねいい感じ。さあ、そして大物の瓶が2つあるので一緒に開けていきましょう。じゃーじゃん、あ、やったー、めちゃくちゃ嬉しい、今年も入ってました、青森のリンゴジュースと温州みかんジュースでございます。これも本当に美味しい、リンゴに関してはストレートジュースなんですよ、本当に生絞りしたもので、みかんの方は濃縮還元のね果汁 100% になっております。さっきのマスカット味が一番最初になくなるって言ったんだけど嘘ついた、この2つ、この2つが一番最初になくなる。さあ、そして続いてこれはジャムかしらね、はい、あ、そうだ、果実を味わういちごジャムでございます。これもねかなりゴロッとこの実が入っているのでとっても食べ応えもあって、いちごジャムといったらこれっていうぐらいめちゃくちゃこれも好きなジャムでございます。で、毎年ね結構ジャム系は3つぐらいはね入ってるんですよね。あ、これも多分ジャムじゃないかな、じゃじゃん、そうだ、お、これは初めてかもしれない、キーモモジャムですね。これは嬉しい嬉しい、初めてだ。あんまりジャムで桃のジャムっていうのをね食べたことがないので、これはすごい楽しみです。朝の時間が楽しくなっちゃうね。これもジャムな気がする、じゃーん、あんずジャムだ、嬉しい。結構お菓子作りに入れたりとか、まあ、ちょっとお砂糖代わりに和食作る時に入れたりとかもできたりするので、これもすごく使い勝手がいいんではないでしょうか。続いてはこれもまたジャムかな、はい、あ、
これも大好き、はちみつ入りの生姜茶でーす。こんな感じでね、もうほんとガリみたいに入ってるんですよ、生姜がね、ザクザク でこのままお湯で溶いて飲むもよし、私はヨーグルトに一緒に入れて食べるのが本当に好きで、あとは普通にパンに塗ったりとかっていうのもできるし、ほんとジャムのような感覚で使い勝手がいいので、しかも生姜でしょ、体もポカッとこう温めてくれるような感じがするので、これも定番でいつも入ってるものな気がしています。あ、もう一つだけ入ってました、こちら勇気のトマトケチャップでーす。はい、このね、瓶に入ってるのがちょっと高級感ありますよね。オーガニックのトマトを使われていて、ケチャップなんですけど、めちゃくちゃフルーティー、ですっごく美味しいです。旨味がこうキュッとこう濃縮されてる感じがあって、我が家だとナポリタンだったりとか、結構パスタ料理とかに入れられたりとかするので、あっという間にこちら空っぽでございます。いい感じの定番のものからね、ちょっとワクッとするものが入ってましたね。こっちはさあ何が入ってるかな。もう私さ、何が入ってるかなんとなくこの触っただけで分かっちゃうもんね。福袋のなんかプロフェッショナルになってるもん。はい、これはね、鍋の素です。何の鍋かしら、今年はじゃじゃん、黒酢でまろやか鶏ちゃんこ鍋の素でございます。イエーイ。もうこれも本当にね、何にもない時にね、めちゃくちゃ嬉しい。賞味期限も、2025年の2月16日まで持つので、あ、そういえばあったわみたいな感じで、ここぞという時にね、活躍してくれています。そう、結構ね、鍋の素もいろんな種類がセゾンファクトリーあるんですけども、今回は黒酢のね、こちらの鶏ちゃんこが入っておりました。あ、もう一個ありましたね。なんだろうな、じゃじゃん、水炊き鍋の素でーす。もうまさにこれ超最近食べました。すごくね、優しいお味だったので、息子も一緒に食べました、ちょっと薄めてね。でね、もう一個ありそうなんですよね。何かな、チゲかな、なんだろうな、チゲだすごくない？ちょっともう読めちゃってるもんね、私。はい、海鮮チゲの素でーす。もうチゲはさ、美味しいじゃんね。この流れだったらなんかさ、すごくバランスいいと思いません？さあ、そしてそして続いてはこれは何でしょう。はい、高知の柚子の飲むお酢でございます。結構ほら、ちょっととろっとした感じ、さっぱりとね、香りもいいので、とっても美味しいです。飲むお酢はもう安定、もう何個入ってても嬉しい。なんかちょっと今までにない形状です。何これ、は初めて、嬉しい、冬の柚子ドリンクだって震える。冬季限定柚子果汁ドリンク。原材料がですね、柚子果汁とぶどう濃縮果汁と蜂蜜、あ、蜂蜜で甘みを出してくれてるんですね。やばー、嬉しい。続いて、じゃじゃーん、はい、飲むお酢の黒ぶどうのコンコード味でございます。これも通年入ってるものかなというふうに思いますね。結構他のね、爽やか系だったりとかものに比べてなんか濃ゆい感じですね。結構私はこれ薄めて飲んじゃってもいいかなっていうぐらい、とっても飲み応えがある感じな、飲むお酢かなというふうに思います。さあ、そして続いてはこちらです。これもあったね、飲む生姜の力。これはね、もう本当にストレートだったり、オンザロックで飲むのが本当に美味しい。もう喉がピリってするぐらい。そうだよね、生生姜果汁がですね、59g も入っておりまして、原材料も生姜汁とレモン果汁と蜂蜜以上っていう感じで、とってもシンプルです。さあ、そしてフィナーレ近づいてきてますよ。残り2本かな？ 2 本ですね。こっちから行きましょうか。なんだろうな、甘酒の、しかも甘おう味。へー、山形県産のつや姫っていうお米が使用されていて、福岡県の甘おうを使用していて、もう本当に見てください、いちごの粒々が米にまみれて
入ってるのが分かります？甘酒の中でもほらトロッと系の甘酒かなと思います。うわめっちゃ美味しそう、トロッとるや。この季節はホットでね飲むのが私は好きだったり、あとはヨーグルトに1対1ぐらいで混ぜて食べ飲みするみたいな感じも好きなんですけども、まあ甘おだからね、なんかこれはちょっと冷やして飲もうかしらね。いい感じの甘さをしっかり感じられそうな気がします。ということで次が最後になります。え、なんだろう、枠つく、じゃじゃん、シンプルなプレーン甘酒が入ってました。嬉しい。ということで以上20点が今回の1万円の福袋に入っていた中身でございます。はい、去年はですね、というか今まではねパスタも入ってたりしてたんですけども、今回はそういったものは一切なく、ドリンク系がかなりこう多種多様で揃ったなっていう感じがしますね。私的にはめっちゃ当たり、この福袋すごくねバランスもいいなっていう風に思いますね。うん、1万円っていうね価格なんですけども、もう全然元取れちゃうっていうぐらい本当に毎年大満足の福袋がこちらの1万円の福袋でございます。さあそして続いてこちら5000円の福袋を開けていきたいと思います。まあ、単純にさっきの量の半額ということになりますので、中身もまあ半分、どういうバランスで入っているのかっていうのが楽しみですね。まずはですね、お、これも入ってんだ、じゃーん、先ほどの鍋の素の水炊き味、しかもじゃん、鶏ちゃんこも入ってんだ。え、ちょっと待って、嘘嘘、かやしせんチゲまで、え、すごくない？1万円と同じ鍋の素が3種類もういきなり出てきました。え、結構いいね、5000円でもね。これは飲むお酢な気がします。じゃじゃじゃーん、あ、マスカットも入ってます。いや、これはね嬉しい。さ、そして続いてこれは大きいぞ、じゃじゃーん、あー嬉しい、リンゴジュースも入っておりました。嬉しい、ジュースもちゃんと入ってるんだ。これはドレッシングかな、違う、飲む生姜の力、嬉しい、バランスめっちゃいいと思う私。まあ、一人暮らしとかそんなにね家族多くないよっていう方だったら5000円でも十分このセゾンファクトリーの良さを感じられるんじゃないかなっていう中身かなと思います。まだ半分しか見てないけど、これこそドレッシングではないでしょうかね。じゃじゃん、あ、そうだ、こちらシャキシャキ玉ねぎドレッシングでーす。わ、嬉しい、ドレッシングもちゃんとこれ入ってくれてるのはもうかなりポイント高いですよね。しょっぱい系と甘い系のこのバランスが本当に本当にとっても良いです。これもドレッシングじゃない？え、嬉しすぎるんですけど、人参ドレッシングも入ってる。これもじゃあドレッシング、ドレッシングが、すごいね。さっきの1枚の方も3種類のドレッシングが入ってたので、まあ、鍋の素とドレッシングがもうほんと同じものがまるっと入ってるっていう感じですね。さあそして続いてこれはね背が低い瓶が来ましたよ。ということは何でしょうかと言いますと、じゃじゃん、あ、いちごジャムでーす。いちごジャム、もう安定だよね。いちごジャム入っててくれたらもう思い残すことはないっていうぐらい。っていうことはこれは、おー、あんずジャム、そしてそしてこれが最後かしら、これが最後になります。じゃじゃん、きももジャム、きももジャム、っていうことはさっきの1枚の福袋とジャムも全く同じ3種類が入っておりました。ということでもう一瞬で開封できてしまったんですけれども、全部で12点のアイテムが5000円の福袋には入っておりました。そして
鍋の素、ドレッシング、ジャムに関しては全く同じ種類、一番の方がその他の種類も入ってたけれども、なんかこうピックアップしたものが代表して入ってるっていう感じになりますね。しょっぱい系と甘い系のバランスも66でめちゃくちゃいいなとは思いつつも、ちょっと個人的にはジャムをまあ一つぐらいにしていただいて、代わりになんかこうお乳系、まあ、さっきの甘酒じゃないですけども、お乳系を入れてもらったりとかすると、ちょっとこう違う定番のものから新しいものまで楽しめる感じだったのかなってちょっとね思ってしまったんだけども、これだけでもかなり今年1年たっぷりと楽しめるような内容なんじゃないかなというふうに思いました。はい、そして最後はですね、こちらセゾンファクトリーとシーベルトのコラボ福袋を開封していきたいと思います。はい、私ね、このシーベルという、会社さん存じ上げなかったんですけれども、長年ラスクとかパンの製造販売をしている山形の会社さんらしくって、ちなみにお値段も一番安くてですね、3240円の福袋でございました。じゃあこちら中身開けていきたいと思います。おー、お、もう見た目からほら全然違いますね。ちょっとこの一番上のフランスパンの箱が気になっちゃったんですけども、ラスクのしかもガーリック味、しょっぱい系のラスクなんだ。個包装になって一つずつ入っておりますね。ガーリック味のラスク、はい、別のお味のラスクも入っておりました。これがね、あ、嬉しい、ショコラと、お、ブルーベリーだって。ほら、こんな感じで練り込まれているラスクって見ないよね。あ、いい香り、バターの、なんかこうブドウパンみたいな感じだけども、ちゃんとブルーベリーの味がしっかりとしてるので、新しい感じだけどめちゃくちゃ美味しい。さあ、そしてこちら側にもですね、袋系が2つ入っておりまして、じゃじゃん。あ、プチラスク、これもラスクなんだ。しかもね、すごい変わった味。海苔塩と燻製ベーコンだって。ほんとだ、プチだ。めっちゃプチ。これなんかワインだったりとか、お酒のお供に良さそうな感じですね。やっぱラスクの製造してるってだけあって、ラスク推しだよね。めっちゃ推してくる感じがありますね。もう一つ、なんか袋が入ってるんですけども、これは、なんでしょう？ん？あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ラスク。プレミアムバターのラスクらしいんですけれども、あ、すごっ！めっちゃ押してくるじゃん、ラスク。はい、そしてですね、これは、セゾンファクトリー系になるのかな？瓶が出てきました。あ、はい、すりおろし人参、嬉しい！ドレッシングが入っております。これ入ってくれてるのは本当にポイント高いよ。そして、これは、なんでしょう？ジュースな気がする。お、また来た！リンゴジュース、嬉しい。今回全部の福袋にそれぞれ入ってたので、思う存分リンゴジュースを私は味わうことができると。最高ではないか。そして、え、これで最後？もうなんか終わっちゃうの悲しいんですけど、最後はこちらです。はい、安定のいちごジャムでございます。パフパフパフという感じで、以上9点のアイテムがこちらの3240円の福袋には入っておりました。どうでしょう、ちょっとラスク多くね。しかもなんかしょっぱい系と甘い系がバランスよく、ラスクもね入っていましたし、でセゾンファクトリーもね、使えるドレッシング、ジャムでね、すぐ飲めるジュースっていう感じで、これもなんだかんだやっぱね、バランスいいんじゃないかなと思いますね。まあでもここまで私ラスク多いと思ってなかったから、さっきの5000円とこれが3000円の福袋なのであれば、まあ5000円の方を買うかな、次回はっていう感じですね。いや、もうこの画角が幸せが溢れてるんですけど。
嬉しい。もう本当に今年1年じっくりとセゾンファクトリーを味わえるんではないかなと思います。もう買って悔いなしです。通年に比べて本当にね、今回買いやすかったなっていう感じがありまして、あ、こんな感じだったら次回絶対トライしたいっていう方はですね、ぜひお早めに、チェックを忘れなくっていう感じで、来年今年の終わりゲットしてみてください。参考になったら嬉しいです。最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。